もう歌いません。私たちがむしゃらは今紹介をしていただきましたように、自分たちももちろん楽しむけれども、その楽しさを見ている方に伝えたい。一生懸命やってることは恥ずかしいことじゃないんだ。一生懸命やってることから何かが生まれてくるんだっていうのを伝えたいなっていつも思っています。ですが、できて3年目のチームでまだ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 のところがたくさんあります。練習は週1回、いろいろなチームで踊ってみて、仕事が忙しくってもう続けられない、学校の勉強や部活が忙しくってもう続けられない、家庭のいろんなことが大変で、そんな人たちが集まってきたチームです。週1回の練習、これだけで伝えられるものを目指しています。こんなたった3年の何も知らない世間知らずの私たちですので、今日はここであえて宣言をさせていただきます。あと2週間後に迫ってまいりました、皆さんよく聞いてください、2週間後に迫ってまいりました千葉よさこい、ここでがむしゃらは宣言いたします。打倒リエゾー、かっこ前夜祭。もう一回言います。打倒リエゾー、かっこ前夜祭。どうぞ皆さん、千葉よさこいは前夜祭も楽しみにいらしていただければと思います。こんなお客様を楽しませることに命をかけているがむしゃらが力の限り踊ります。よろしくお願いします。宣言しちゃったからもうやるしかない。演舞も頑張ります。ひまわりフェスティバルのこの空に夢を、力の限り。Yeah.
さん前夜祭をどうぞお楽しみにありがとうございました。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 前夜祭だけではなく